宇陀市の宇陀アニマルパークでは、動物の命の大切さについて考えてもらおうというイベントが行われました。宇陀アニマルパークにある動物愛護センターには、新しい飼い主を探している犬や猫がおよそ40頭います。この催しは9月20日から26日までの動物愛護週間に合わせたものです。犬との触れ合いを体験するドッグランでは、リードの持ち方や餌の与え方など、参加者が実際に犬とのスキンシップを楽しみながら、正しい関わり方を学びました。また、保護犬と触れ合うコーナーでは、相性や性格を見ながら、新しい家族になるか検討している参加者もいました。このほか、ペットを守るための災害対策などについて紹介するコーナーも用意され、訪れた人はペットとの暮らしについて考えていました。